はい、ザキマチの春記事級です。今日はですね、こちらですね、キングスブルグトゥフォージアレルムですね。これ実はキングスブルグのですね、拡張セットになってるんですけども、キングスブルグといえば以前ご紹介したこちらですね、キングスポートフェスティバルですね。まあこれはクトゥルフ系のゲームになってるわけですけど、これのまんま元ネタになったのがさっきのキングスブルグなんですけども、そいつの拡張セットですね。まあちょっとしたきっかけで入手していましたので、まあ拡張セットこんなのがあるよということで、今日はこちらの方をご紹介してみたいと思います。はい、キングスブルグのですね、トゥーフォージアレルムっていう、拡張セットなんですけども、まあ元ね、キングスブルグがちょっと手元にあればよかったんですけど、私なぜかキングスブルグが今手元になくて、ちょっと田舎の倉庫にぶち込んでるので、この拡張セットだけなぜかたまたまちょっと入手しちゃったんですけども、まあ元々のね、キングスブルグの方はさっきのキングスポートフェスティバルとまあほとんどシステムは同じなんですけども、まあいわゆるちょっとあれはクトゥルフに寄ってるやつから、どちらかというとこっちはお城をね、街を組み立てるみたいになってるんですけども、中身の方はこのマニュアルですね。でこれがですね、特徴的なのはここに1,2,3,4,5 と書いてるんですけど、5つ拡張セットが入ってて、いわゆる5個拡張セットのデータを上げるので、まあこれから好きなので、ね、チョイスしなさいよ、まあそういう風なちょっとざっくばらんの拡張になってますね。私まだプレイできたわけではないんですけども、はい、1つはこれですね。まあキングスブルグでね、こういう左からね、こっちからこっちにね、開発していって、だん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 特殊能力を得る。要はこの列だとこっちの列にこうやるんだけど、どの列を拡張するかっていうのが、まあこう特徴なボードを、個人ボードをもらえたんですけども、まあキングスポートフェスティバルは全然違う、ボード上に置いたりするやつだったんで、そこの見かけが全く違うわけですけども、これがね、オリジナルは5段しかなくって、一番上と一番下に1段ずつ増えたっていう、まあなかなか奇妙な拡張があって、まあこれを上げるんで、これと丸々置き換えなさいっていうのがまず一つなんですね。なかなかちょっと変わってるなと思う拡張なんですけども、いや本家のやつに1列足しましたっていうやつですね。でもう一個あるのはこっちは1列しかない、もうペラペラの、これが14種類入っていて、でこれを各自に最初1枚ないし2枚配ってるんですね。1枚ないし2枚配ってるので、でこれがこっちの端って、ここの端って、これ C 列とか D 列とかってアルファベットを書いてるんですね。でこの1枚しかないやつのここの端っこのとこにも、そのこれだと A って書いてあるので、これを1枚ないし2枚ランダムでもらって、それを使いたければ A なら A の列にバサッとかぶせろと、従来のとこは捨てろということができるようになってて、使いたくなければ使わなくていいよっていうので、まず最初これランダムでみんな2枚配っといて、まあ自分の列を変えてもいいっていう、今回俺はこっちの方がいいなとかね、まあそういうのを楽しみなさいっていうようになってますね。まあこっちのこれと組み合わせてもいいってなってましたけども、こういうちょっとなんかちょっとね、特殊な使い方ができる拡張セットが入ってましたね。であとはまあ比較的ありがちなね、これ役職系のカードとか、まあ特殊系の効果があるカードなんで、まあこれを配っとくので、いわゆる各自ね、特殊な能力が加わるんで、まあそれを使ってもいいよってやつとか、これソルジャートークンっていう戦士トークンなんですけども、まあ、キングスブルグの場合、毎年冬に戦争が起きるというか、まあ、攻められるので、そこに防御力いりますよっていうのがあるんですけど、まあ、それをね、どうも支援してくれるらしい。要は冬が楽になるのか、ちょっと厳しいなのか、ちょっとそれプレイしてみたら分かりませんけど、まあ、そこを支援するようなトークンが入っていたりするみたいですね。なんで、個人的にはこの上にかぶせるやつね、これすごいいっぱいあって、要は全員が同じボードじゃないってことなんですよね。基本全員同じボードでどうやって進むかっていうところで差が出るっていうゲームだったんですけど、違うものをもらってかぶせてしまうっていうことなので、全員発達する方向が絶対同じにならない、要は違うんです、そもそもね、ボードがっていうのはちょっと面白いかなと思うのと、この特殊なカードですね、まあ、これはどうも種類、ルールブック読む限りかなり結構あるみたいなので、まあ、これを入れてみる、この2つを混ぜてみると個人的にちょっと面白いんじゃないかなというふうには今思ってますね。まあキングスブックそのうちね、倉庫からちょっと出してきてみて、これを混ぜてみて試してみたいと思います。はい、というわけでですね、もう、まあ、今日のキングスブルグね、もう結構古いゲームなんですけど、まあたまたまね、まあ拡張出てるんだと、実は私先日初めてこの知ったので、今年になって知って、まあ他の輸入する時とちょっとついでに手に入れてみたんですけども、まあこうしたね、ちょっとした拡張も出ておりましたというご紹介でした。キングスブルグトゥーフォージアレルムのご紹介でございました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方していただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。